キチャンネル。ちょっ、こんにちは。スカウト編成能力チェック大好評動画第2弾。大好評でしたけど、はい、相当久々じゃないですか。めっちゃ久々なんですけども、はい、やっぱりねファンの人の、うん、もうだいぶ1年以上前ぐらいから、はい、もう2年前ぐらい多くの声が、うん、ね、フルドよ、もう1回やってほしいと、はい、で修正してほしいと、はい、これで、でよくこれ、はい、俺が SS とか BB とか AA とか勝手に言って作っただけだよ、うん、もうあ、誰ぞれさん A になったねとかって言って、もなってる。覚えてんですか、もうネット界隈で、はい、それぐらいこの佐々木指数、はい、査定が、うん、まあね、こう広くなってきて、うん、であとあのこの動画初めて見たっていう方は、はい、ちょ概要欄に貼ってあるんで、はい、この昔2020年にコロナ禍の中、うん、1998年から、はい、全部のドラフト、うん、それまでの全部のドラフトを調べて、はい、佐々木と袴田さんとスタッフも全員調べて、うん、はい、でそれであの独自の評価指数を取ったんですよね、うん、でその中でスカウトの編成の評価っていうのは、はい、里崎的に言うと1位2位3位までやと、はい、ね、下位で余ってたら取った選手、育成から来た選手っていうのは、うん、まあ、簡単に言うと他の球団に取られてもよかったと、はい、ね、で余ってたから取った、うん、言い方悪いけど、はい、もしくは現場のコーチ首脳陣たちの指導法の下で押し上げられた、うん、編成スカウトの能力っていうのは、うん、1位2位3位までの上位3人取った選手を、うん、必ずレギュラークラスにする選手を取ることが、うん、編成スカウトの一番大事なところなんだ、はい、でも日本球界ってどっちかっていうと下位で取った選手が評価のなんかスカウトの目があったとか言うけど、そんなちゃうと、うん、余ってたからやから、別に他のチームに取られるぐらいだったらこの上の人を取りたかったんでしょと、うん、でもここで取らなかった理由は別にこっちの方が大事だったからでしょ、はい、契約金も多く払う、うん、年俸も高くなる、うん、そんな大事な選手が活躍しないチームのスカウトは、うん、編成は無能やって言ってる、うん、だってドラフト1位が活躍しなかったら見る目なかったってことになりますからね。そうそうそう、だって1位で取る必要ないわけじゃん、はい、別にね、下位、うん、のやつ則本が1位でもよかったわけじゃん、はい、別に則本が2位でいったのは則本が別に2位になるよりも1位の選手が欲しかったからでしょ、うん、で則本が別に他に取られてもそれは仕方ないと思ってるわけでしょ、うん、それは別に運だからね。そうですね、うん、でもまあ則本は2位だからいいけど、はい、5位とか6位も運だからね、うん、そういった意味ではもう眼力が試せるのはもう上位3人までやと、はい、でその中で評価基準としてはじゃあ野手の場合、はい、野手の場合は最低評価は B ランクです、うん、で B ランクは規定打席に到達、はい、100試合以上出場した場合 B、うん、でその規定打席100試合以上出場したことがあるのが2シーズン以上なった場合は BB になります、はい、でこれは3シーズン以上になっても BB までです、はい、で数の次が A、うん、打率3割ホームラン25本、うん、70打点30盗塁をクリアした選手は A になります、はい、どれかでいいってことですね、はい、どれか1つでもいい、はい、でそれを複数シーズンクリアした場合は AA と、おでそこまでと、はい、で続いて S、はい、首位打者、うん、ホームラン王、打点王、最多安打、盗塁王、最高出塁率、ベストナイン、ゴールデングラブなどのタイトルを取った場合は S ランク、はい、それを2シーズン以上獲得したことがある選手は SS ランクとなります。でプラスアルファその SAB の前に数字がつきます、はい、その数字はオリンピック WBC、うん、この2個の大会のみに出場した回数がある選手は2がつきます、はい、うん、だから里崎はベストナイン2度ゴールデングラブ賞2度、うん、そしてオリンピック2008年出場、はい、2006年 WBC 出場しているので、うん、2SS になります。おー、なるほど、はい、はい、で、その後にプラスってつく選手がいます、はい、その選手は新人王を取った選手はプラスになります。はい、はい、分かりました。でどの B ランク BB ランクとかも、うん、どのランクにも達する規定打席100試合以上出たことありませんと、はい、でも侍ジャパンに選ばれた、うん、もしくは新人王に取ったっていう選手も現れます、はい、そうなった場合はもう無条件で B が一つつきます、は
だから B プラスとか、うんうん、1B とかになります、うん、これが野手の基準です、はい、で投手の基準、うん、B ランクは先発は規定投球回、リリーフは40試合以上登板すると B ランク。 B でも結構ハードル高いですからね。そうなのよ、うん、B の評価っていうのは、はい、チームの中での戦力になっている人、はい、だからこのだから何気にこれ B どんどん B と思うけど、はい、B すごいから結構もうこのランクがつくこと自体が結構チームには貢献してるって、ね、うん、そうそう、だから規定打席到達するか100試合以上、守備固めでもダイソーでも100試合以上出る人いるじゃん、うん、途中からでも、はい、ですと戦力、でピッチャーも規定投球回かリリーフだと40試合以上登板、うん、これが B、はい、これが複数シーズンあったら BB、はい、で A ランクは10勝35ホールドポイント、うん、30セーブ、うん、これ球界のトップクラスになれば A です、はい、ですね、だから一番最悪なのが、はい、規定投球回達しないで9勝だと無印になります、うん、はい、うわあれなんかもう出てきますよそういう人だから何気に難しい、難しいですね、うん、で複数シーズン獲得したら A、うん、はい、で S ランクは最優秀防御率、うん、最多勝、最高勝率、最優秀リリーフ、最多セーブ、奪三振王、ベストライン、ゴールデングラブといったタイトルを取ったら S、うん、これは頂点を見てる人っていうね、うん、はい、でそれを複数イニング取ったら、複数シーズン取ったら SS、はい、でこちらも先ほどのようにね、日本代表、侍ジャパン、ね、WBC オリンピックに出場したら数字がついて、うん、はい、新人王が取ったらプラスになります、はい、これが里崎が独自に編み出した戦力。いやだって1位、2位、3位はこれぐらいやってくれ、この B ぐらいは最低やってくれないと。ああそうですね、1位でドラフト1位で取った選手が、うん、規定投球回も行かなければ、はい、リリーフで40試合以上も登板せえへんって、うん、それドラフト1位になるじゃんね。そうですね、うん、まあもう大活躍してほしいぐらいですからね。だって多くの人に言えばドラフト1位には S はね、うん、難しいけど、はい、A は行ってくれるやろと、うん、ね、3割25本70打点30盗塁、はい、どれか1つ、うん、ね、受賞35ホールドポイント30セーブどれか1つ、うん、これぐらいはドラフト1位に期待してるでしょっていうね、はい、うん、ところがね、この企画になります、はい、さあということで、うん、じゃあ一番最初ね、ここまではねずっとやってきたんですけども、はい、やってない年がね、うん、2019年からやってないんですよ、はい、18年まではやってあるんですよ、うん、だから2019年以降の選手プラスアルファ今現役もしくは引退した選手でも数が増えた選手はそれを増やしてね、うん、そっか、査定が変わってる可能性もあるわけですね。そうそうそう、そうなんですよ。そういったところでまず紹介していきましょう、はい、それでは前回2020年の動画で最優秀編成、うん、はい、最優秀スカウトの称号が行われた西武ライオンズから、はい、いやすごかったですよね、うん、素晴らしいスカウトの皆さんの評価をねちょっと見ていきましょう、はい、まあ増えた選手でいうとね、ランクが上がった選手は、2008年ドラフト浅村秀人が SS から 1SS になりました。あれか、代表でも1位がつくって代表じゃオリンピックに、東京オリンピックに出たんで。あ、そうか、この動画やったら東京オリンピック前なんですね。そう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 、そう、はい、2020年が21年にコロナ禍で暇だったんでね、はい、サザエがこんな面倒くさいことをね、はい、データ取ってやったっていうのもあるけど、そうですね、はい、確かに、はい、浅村がタイトルは何回取ってももう数字が変わることはなく、もう SS のまま、そうそうそう、あと見たことない人は概要欄に一気見っていう、はい、今佐々木チャンネルで2番目に再生回数が多い、はい、全部編集し直して、はい、全部つなげて見れる12球団のスカウト編成能力チェックという動画がありますので、はい、それぜひ見てください、はい、ね、結構前のドラフトからね、そうそうそう、全部振り返ってるんで、はい、面白いと思うんでね、うん、でだから浅村が 1SS になって、はい、で、増田、うん、S から SS になりました。おー、だからね、タイトルを複数回取ったというところでね、はい、うん、で、続いては山川穂高、はい、WBC に出場したんで、はい、1SS になります。お、はい、で高橋光成、うん、AA から AA になりました。10勝かを2回してる、2回以上してる、うん、で、殿崎、はい、SAA から SS になりました。おお、これはベストラインなので、ね、はい、タイトルをね、そっか、取ったというところで、はい、SS、うん、そして続いては今井、はい、こちら無印から A になりました。おー、ついた、はい、10勝、はい、そして源田が SS プラスから 2SS プラスになりました。お、代表が増えましたね、はい、はい、そして2018年ドラフト1位松本、はい、A になりました、無印から、まあ、2桁勝ったっていうね、はい、ところで
でそして2019年、こっちここから初やってなかったんですけど、まあ、全く差別しなかった。ドラフト1位宮川選手、うん、BB になりました。 BB そうか、規定投球回とか40試合、だから40試合登板を2シーズン以上、はい、BB もすごいからね。すごいです、すごいです、うん、B って思うけど、うん、B がすごいからね、はい。そして、浜谷、うん、無印、はい、松岡、無印、うん、浜谷も期待されてんだけどね、うん、でもこっからね、その後の隅田、佐藤、また竹内とか左来るからね、うん、はい、ちょっと今人生かけっぷちやな、うん、あで続いて2020年、はい、ドラフト1位渡辺、うん、無印。ゆうたろうですか。うん。そうかそうか。あ、違うよ。あ、違う。うん。別件。あ、別件か。うん。あ、無印。無印。まだ無印。はい。で、続いて、佐々木、無印。惜しかったけどな。惜しかったけどね。あ、ちょっとリーグ40試合だから、ちょっとハードル高いからね。はい、うん。で、続いて、山村。はい。無印。無印、こちら。はい。で、2021年、はい、ドラフト1位、強豪で獲得した、隅田。お無印。あ、そっか、休場してても休場で投球回行ってないんで、はい、無印になります。うわー、きついこれが、このね、どう、はい、皆さん、これがこの B の凄さなのよ。はい、規定投球回も行かないで、休、うん、場だったら無印になった。あと1勝してれば、あと1勝してたら、うん、B 通り越して A! A だったんだ。うわそれが規定投球回行くしかないけど、はい、A に一歩足りず、うん、無印、はい、でも2位の佐藤選手、うん、こちらリリーフで40試合登板、はい、B です。おー、ついてるんだ、はいはい。そして続いて、3位古賀選手キャッチャー、うん、こちらも100試合以上出場、うん、B になります。お、はい、そして22年ドラフト、蛭間選手、うん、無印、うん、古川選手無印、うん、野田選手無印、まあ、1年目なんでね、はい、まあ、昼間はでもまあ最初イースタンでね、うん、活躍してでこっからっていうところになるんでね、100試合は出てないよってことなんですね。そうそうそう、だからそういったところでは、うん、まあ、近年でいうと佐藤子がそして宮川がね、うん、BB そして B をね獲得で、今井とかも A になってるしね、はい、結構変わりましたね、うん、でも結構やっぱ順調に、うん、まあ、このね19年以降っていうのはまだ3年目4年目の選手たちだから、うん、こっからっていうのはあるけども、はい、その前のやっぱ2000、ね、この21年ぐらいから怒涛にいいからね、やっぱりめちゃくちゃいいですね。いや、えげつないぐらいいいよ、うん、でそうなった時に全体の数字から見ていくと、うん、西武はね、あの2000、あ、1994年から、ね、の前回のデータ、はい、だから18年までのドラフトでデータ見てると、はい、ね、あの S ランクが 28.21%、 おー、だから約4分の1以上はドラフト3位までに S 以上取れてる、タイトル取ってる人がいるってことですね、うん、で球界のトップクラスいい選手が 10% だから、はい、要は球界のトップクラス以上の選手が 38.5 いんのよ。おー、3分の1以上いんのよ。そうです、 A と S が合わせてます、ね、これはいくよね、うん、これはすごいですね、うん、でしかもやっぱり、ね、ドラフト3位までに入る選手っていうのはやっぱチームの戦力には最低にならなきゃいけないんだよね、うん、でその選手たちがまあ 17% っていうところで、この全部を足すと約、うん、56%、 え、すごい、 56% の選手たちがドラフト3位まででチームの主力になってるんです、はい、まあ、だからそうか、戦力になってるってことか、うん、だからしっかりドラフト3位まででチームに必要な選手は必ず取れて、しかも半分以上の選手たちがチームの戦力になって、はい、その中の3分の1ちょいが球界のトップクラス、はい、えぐくない？すごい。でそれが、はい、じゃあ2023年まで足すとどうなるのか、あ、そう聞きます、ね、増えてるのか減ってるのか、うん、だから2022年までね、ドラフトで言うとね、でそしたら S、うん、球界のトップクラスの選手は 25.56%、うん、でこちら若干下げてますけども、はい、A ランクが 10%、うん、だから 35%、うん、だから3分の1以上の選手が、だからまあそんな変わんないね、誤差だ、誤差の範囲で、はい、そんな変わらず2023年、今年までだから2022年ドラフトまで入れても3分の1がやっぱり球界のトップクラス、わーすごい。で、B ランクを入れたとしても、はい、約 55%、 あ、もうほとんど変わらないですね、約 55% の選手がチームの主力として戦力になってる、はい、プラスアルファはその中で3分の1強が球界のトップクラス、おすごいね。
だ近年もちゃんとランクつく選手が若いけれどもランクついちゃんとついてるし、前回つかなかったねこの今井とか、はい、ねあとはトロサギがしっかり A、うん、SS になったり松本、はい、宮川とかもしっかりランクをね、うん、獲得するっていうところでは、はい、ジャンプアップしてきてるのが、はい、じゃあなんで弱いんや、うん、そう出ていっちゃうからね、まあ、そうですね、うん、2012年ね、うん、あ2013年のドラフト、はい、森選手、うん、SS でね、はい、抜けるで2位の山川選手 1SS なのに、うん、ちょっと不祥事で試合出ない、はい、それはちょっとね、うん、取ってくるのお前、はい、でも出てくるのも早い、はい、でもそれを取るから補えていってんだけどね、うん、そういったところではでもスカウトとしてはもう超有能だね。そうですよ、こんな SS、うん、だって過去を遡ると前の動画見ていただいても SS だらけですからね、うん、そう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 選手ね、うん、だって3分のだって1以上がトップ、はい、9回のセーブのじゃない9回のトップクラスにいる、はい、タイトルを取ってる選手、ね、うん、とかね10勝以上、ね、代表選手とか打ったりね、うん、っていうところは、まあ、非常に素晴らしいなっていうところはありますね、はい、でも初っ端からセーブやらない方が良かったなこれ。まあでもこのぐらいいい成績これがすごいんですよっていうのをね、うんうん、見た上で、はい、またね次回違うチームねお送りします、はい。